マリーナザ・ダイアモンズは、ウェールズのシンガーソングライター。ウェールズのブライナイ・グエントブリマーで誕生する。父親は、学術研究者のギリシャ人。母親は、ウェールズ人。姉、ラフィナがいる。ギリシャ語をほぐせる。誕生地近郊の村で育つ。幼少期、共感覚を持っていると診断される。子供の頃、聖歌隊に参加。ウェールズのモンマスにある。 インデペンデントスクールの女子校に通う。16歳の頃、両親が別れたため、父親の母国ギリシャに約2年余り居住、アテネにあるインターナショナルスクールに通った。イギリスに帰国後、18歳の時にロンドンにあるダンススクールに約2ヶ月間通った。この頃からオーディションを受け始める。2005年頃にステージ名として初めて、 マリーナザ・ダイヤモンズを名乗った。ワーナーミュージックグループの679レコーディングスと契約する。2009年のイギリス BBC のサウンドオブ2010で第2位に選出された。2010年の NME アワード、ブリッドアワード、MTV ヨーロッパミュージックアワード等でそれぞれの各部門にノミネートされた。レコードレーベルであるネオンゴールドレコードから デビューシングル、アブセションスを2009年2月14日、6月に EP、ザ・クラウン・ジュエルズ EP をリリースした。翌年の2010年2月15日にリリースされたデビューアルバム、ザ・ファミリー・ジュエルズは前衛アルバムチャートで第5位を記録、英国レコード産業協会からゴールドディスク認定された。アルバム、ザ・ファミリー・ジュエルズからのシングル、ハリウッドは 全英シングルチャートで第12位を記録した。2012年4月27日に発売されたセカンドアルバムエレクトラ・ハートは全英アルバムチャートで首位を獲得した。セカンドアルバムからのリードシングルであるプリー・マドナは数多くの国々のチャート上位に登場した。彼女の歌唱についてはレジーナ・スペクター、ケイト・ブッシュ、スージーザ・バンシーズの数字数。 ヤーやあやあヤーズの彼をフローレンスザ・マシーンのフローレンス・ウェルツ等によく比較される。また、音楽性はダニエル・ジョンストン、ブロディドール、ブリトニー・スピアーズ、ブロンディ、パッティ・スミス、P.J. ハーベイ、ドリー・パートン、ニルバーナ、ヤンテルセン、ケイト・ブッシュ、エディオット・スミス、トム・ウェイツ、ガービッチ等から影響を受けた。ありがとうございます。